い。もう管理のずさんなサファリパークからお送りしております。管理のずさんな。まあ、ノアの箱舟じゃないの。多分もう、いろいろなね。いろんなものが。今、工事だから流されてて、いろんな人がこう運ばれてるっていう。俺たちだけが今。うん、選ばれたの？選ばれました。選ばれたけど、選ばれてんの？選ばれてんすか？選ばれし者、吉野。吉野が。初めてだったの、うん、初めてだったんすか？ここでもあれですけど、何回かライブは見させてもらって。俺はお前が見てるだけだろうが。お前一方的な問題だろ、一方的に。いや、すごい。だから CQ さんからご指名あったんで、次のルールじゃあ、ルーレット吉野が。俺が、はい。お前、つぶい止まったらつぶい君の話すんだよ、お前が。そうっすよ。そういうことっすよね。画面に映る。いいっすか？はい、お願いします。来た、来ました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 。絶対つぶれると思う。ミスター吉野が消えました。消えました。あ、つぼい私が。またか。違った。下ネタ。下ネタ。下ネタです。もうあの。下ネタ来ました。喋る下ネタ。吉野が喋る。吉野が喋る。俺が喋る。あ、違う。そうなの。これどうですか、どうですか。質問してみ、どうですか。質問してみ。ああ。あのさ。曲あるじゃん、女捨てて武器だっけ、女食って武器、女捨てて武器、女捨てて武器だよ、捨てない捨てない、いや俺らね、女食って武器とかで違うよね、俺らちゃんとあの愛を伝えてるような風じゃん、伝道師とイニシエーションとして、とりあえず、なんだろうね、分かんないけど、イシロソ全然見てないじゃん、違う違う、クリちゃんも一応さ、俺昔の話は、誰かに見られたらいけないから乗ってきたら話すんだけど、昔の、あの、そう、女の子うん、の どういうことどういう下ネタ話すのかって今のと昔で違うじゃないですか知らない知らないね同じだよ大体でもねあまりねそういうふうに真面目につまんないから冒険冒険まあ俺が思い出すのはこれもう言ってもいい話だから警部とかで、はい、明け方クリちゃんが俺の話マキさんの話じゃないの俺はまあいろいろあるけどまあ、クリちゃんが明け方ね、軽トラで女の子をまあマグロのようにこう積んで帰ってたどんな、どんなシーンがあるんですか、そこに。かっこいいでしょ。かっこいい。うん、男らしいな、こうやってこう担いで、こう、軽トラの、帰るぞとか言って、男らしいなぁと思って。時、あの、警部の授業みんな、平栗兄さんとか呼んでたの、ほんとに。男らしすぎて。男らしすぎて。出荷されるというか、軽トラの6人ぐらい乗ってたもんね。軽じゃないじゃないですか、それも風。いや、トラックだから、後ろに2台。トラック2台。ほんとに軽トラだって。これ、ほんとに乗ってて、ガーッつって。よく南平大デニーズとか言ってたんだよね、それで。俺、主に、あの、ヒップホップやってる人っつうのは、オーラルがうまいんです。オーラルセックス。そこはどうですか、先輩。あのね、あんまそういうとね、面白くないから。あんまりこう見てても、そこまで下世話じゃ聞きたくないですね。そうですね。やはり。もうちょい面白くね、やった方がいいんで。じゃあ、もうちょっとじゃあ、もう一回じゃあ、放送禁止します。うん。あれそう、うまいのあ、言いました。そスクラッチな感じでそうオーラルセックスじゃないでしょスクラッチな感じで、ま、また下ネタいっちゃいますねまた下ネタいきますねまた下ネタいきますねマキさんの下ネタ聞かせてもいいですかこういう感じだ下でこういやでも手段 いじる感じだそれはね話すといろいろあるけど例えばまずこっちから口説くセリフとかないのなんか決めセリフとか殺し文句って言うんですか、うん、言ってみて殺しのキラーなキラーソング、うんキラソン俺はね、逆に歌う歌うクリちゃんの言葉いっぱい思い浮かぶんだけどああ、いや、そう聞きたいですけどねあ、まずこっちいや、くどきのパンチラインはクリちゃんかっこいいじゃんクリちゃんの出るよ俺の話はいいよでも、過去だから、はい、自分で話してくれる大概、人ってずるいからそうですね他人のこと覚えてるんだそうですねすごい気になるなまあ、クリちゃんキラーなのかっこいいんだよねやばいとか言ってだいたい明け方じゃん、クラブの女の子どうするかって、はい、やばいとか俺は朝やめたら死んじゃうんだよねって女の子話して俺救いたくないとか言って女の子どうじゃん何ですかいや悪いんだけど俺朝やめちゃうと死んじゃうんだよで俺100円しか持ってないんだけど残り7900円出してくれないかなって具体的な指示からしてかっこいいなーとかっていや俺しびれたもんやばいっすね、まあ、今までどうやって生きてきたんだって感じだよこれこそ電流電流が走った瞬間がいや俺もそういうことあるけどクリちゃんみたいにかっこいいセリフ吐けないよ本当に。結構本当に金がなかったんだよ、うん、紐でもなかったし大変だったよ紐でもなかったまあ15年ぐらいもない話だね、うん、女の家転がり込んでたんだもんだってじゃあそこまでなんだけどぶっちゃけ覚えてないよじゃあちょっともう一ネタじゃあ、うん、ちょっと回してください OK いくよ、はい
もうみんなこれはあごめん、早めに溺れって指示が出てるんでしょ。いやそのことない。あ全然ない。何を出したいの？ねえ酒？いやあんまり面白い話いっぱいあるんだけど、話せない話も美味しいしね。来ました。酒の話ですね。酒の話。酒話。まあ、つまんない話言うと、昔クイちゃんそんなに飲まなかったんだよ。あ、うん、あそうマック今来てて、これ6分の1じゃねえじゃん、これ。6分の1です。つぼいさんがスタッフ。あ、そうか。5分の2か。うん、6分の2。すげえ細かいこと言ってくれた。酒の話。酒は俺はこれ、今これ、うん、これ飲んでる。ストロングって。まあ俺普通話してると酒の話だって見たことだけやめる。なので、ね、酒の話ですよ。酒。あ、何なの？酒の失敗の話？なんでもいいですよ。なんなんか。まあ失敗話。失敗してるけど。あ、じゃあその失敗話酒からなる。やだ絶対楽しい。じゃあ俺話してもいい話ですけど。酒の話はストロング。いや絶対嫌だよそんな。まあさ、酒飲んだ時の楽しいお話を。楽しい仕切ってるんですよ、ね、仕切ってますね。いつの間にか仕切ってますね。魔球が仕切り出してるんで、うん、でもね、普通にクイちゃん酒飲めなくて俺の話はいいって話じゃん。自分の話してくれよ。俺の話はいい。マークさんどうだったんですかね。やっぱりもう主語じゃないですか。もう主語だよ。マックだからクイちゃんの話からすると、ね、俺と付き合ってクイちゃん酒飲めるなって。でまああの頃ね、2人ねすごい近くに住んでたから毎日飲み歩いてたのね、はあ、でまあ旗ヶ谷の居酒屋で俺女と飲んでたんだ。ああまあその辺で拾ってきた女なんだけど。落ちてるんですか当たり前。俺拾ってきて、まあ、まあ変な話でちょっと背が高くて足が綺麗で、まあ、ミニスカート履いてていい女。いやいい感じで飲んでるなと思ったらクジャが願って、はい、ああ近いからクジャ飲みに来てよとか言ったのね。でクジャ飲みに来たんだ。そしたらクジャいきなり飲んだ瞬間にその女の足垂れ出して、まあ、気持ちいいなこの女の足とか言ってまあどうぞ感じで先輩触ってくださいよって感じなんだけど、まあ、そんなクジャにこう生かしてたなという。生かしてた、うん、全然生かしてないって言わない、うん、あでもねあれはあるよ。あの酒での失敗っていうかハーレムで、はい、あのなんだっけな昔成人式の日かなんかで、なんかそう俺の失敗じゃない、うん、それは違うよ。それは違うよ。あのそれ失敗っていうか大雪が降って中止だったのね、はい、DJ が、はい、D と俺が DJ って言ってたんだよ成人スペシャルで、うん、でみんなで飲みに行こうぜって飲みに行って、まあ、10人ぐらいか。そしたらあのまあ友達女の子いたんだけど、はい、その友達女の子にクリちゃん路上でジャーマンスペックしながら、ね、コンクリートいや違う雪が積もってて、あの公園のあの植え込み、はい、植え込みにジャーマンスペックだよ。で夕方ボシボシだとか言ってよく考えたらさ森林破壊じゃないけど俺そっちなんですか。そっちの方だった人の方じゃなくてそうでももちろん、うん、それは 今から考えると危険な行為だよね。危険危険ですよ。あの酒の飲みすぎは注意だ。一言言うけど、うん、それ俺も危ないよ。危ないよ、ね、自分も頭でやらなきゃいけない。じゃあちょっともう一回振ってみましょう。もらいましょう、うん、なんか俺の話じゃないそれ。俺の話したいんだけど俺の面白い話を思い出さないんだもん。クイちゃん思い出してよ。あのマイク言うと絶対怒るじゃん。あ、ごめん。はい、あ、怒るけど。どこ行きましょう。あ、来た来た。箱庭話。箱庭話、はいはいはい。箱庭話、だからそっちは聞いてくんないと。だから、俺らは逆に、はい、打ったら返すタイプだから、面白い。もうこれがピンポンでしょ。そうですね。うん、自分たちから。さあ来い。さあ行きますか。さあ来い。もう止まっちゃいましたね。いや、でも、俺に魔球聞いたっていう話したときに、うん、ヒップホップすぎるてんてんてんってこうメールを返してきましたからね。あ、マジで衝撃を受けた。いや、真面目でもいや俺はそうですね、もう聞いたときになんか、うん、ねえもう9年ぶりっていうのもあるんですけども、さっきちょっと話したんですけど、うん、あの先月ずっと魔球のファーストずっと聞き直してて、うん、ドライブっていうかライブ行くときもずっと魔球聞いてて最高だなと思って、またこの新しいの届いて聞いて、なんかヒップホップこうであって良かったんだなっていうか、なんかもうネタ使いとかも含めてやっぱもうさすがすぎて、まあいろいろあっていいと思うんだよね。ただ、はい、これだけ一個真面目に答えると、はい、俺らはさあるなんかウェブ、はい、音楽のなんか90年代のヒップホップを展開とか、いや違うよって感じで、俺たちは常に最新っていうか、だってサンプリングのセンスが変わってるじゃん常に、うん、そうですね、使いどころも変わりますからね、うん、使いどころ変わるし、はい、俺らは別にどう考えてもさ DITC みたいな
アンダーなこと展開しないから、うん、昔はやったかもしれないけど、うん、今回は全然違うでしょ。ああ違う違う、うん、だから俺らは俺なりに考えてやってるのね、はい、ただまあナタリーだっけ、ナタリーがこう90年のヒップホップ展開とか言ってうん違うんだけどな全然違うっすよ、うん、だから、うん、そういうの全然最新系じゃん、うん、だって最新系って何が最新系かっていうと現行 US が最新なわけじゃなくて俺らはサンプリング音楽を真面目に突き詰めて消化していってるので、リリックも変わってるじゃん、うん、だから今回は前のリリックが俺ちょっと知りやすすぎたから、うん、少し今回下ネタ入れようかなとか、リリックってもう常に変わるし、俺もクリちゃんもでさ、やっぱヒップホップっていうのはいろいろあっていいわけだよね、原稿もあっていいわけで、はい、つまり音源を使うヒップホップも良ければ、うん、サンプリングを使ったヒップホップもいいわけで、はい、みんながさ切磋琢磨するのが一番いいわけでしょ、うん、その中で選ぶのはね君たちだよって感じで見てる。でサンプリングミュージックってさ、やっぱいいサンプリングだとさ聞きたいわけじゃん、うん、ずっと。だから興奮したでしょ今回のアルバム。いやすごい、もうだから、うん、なんか曲の真ん中で超盛り上がるっていうのも別にまあいいとは思うんですけど、うん、俺最後の方とかでネタがまた増えたりとかするのとかも大好きだし、うん、なんかサンプリングの本当に妙っていうのはこれだなと思って。まあそういうのも嬉しいけど、うん、もっと突き詰めて言うとフックから作るヒップホップは、ヒップホップじゃないよね、ポップだよ。だからそれはポップでもいいかもしれないけど、それは俺バカにしないけど、こういうヒップホップもあってやっぱいろいろねやらないと、いやみんなで合唱できるって気持ち悪いよちょっと。いやかっこいいヒップホップはみんなで合唱するのがいいってことだよ。みんなで合唱することを目的、合唱するためのねフックを作るとはダメだね。今回だってフックがね、あの作り方がよくわからないっていうのも結構ただ聞いてて思いましたもん。いつもそうだけどね、やっぱりクリちゃんは天才的で、はい、また俺の前でこれ結構ね真面目に言うと店長はすごい好きなんだよ、店長が、はい、店長ね、店長ありまくりですからね、店長やばかった、クリちゃん本人役、うん、あんまりそういうの意識しないっていうか、うん、まあ、いやこれ実際は適当に入れたのが適当に適当に収まっちゃってるいや本当それが OK が出ただけだから、こんなのどうですか。いやこれすごいなと思ってました。歌ってる服が主にクリちゃん書いて、はい、普通の服は俺だからちょっと悔しいんだよね俺もクリちゃんみたいにこう多彩な才能がないと。でも意外となんかさ、あの普通のさバースはさ俺ら何回も撮り直してるけどさ、服とか1回か2回ぐらいやって OK ですとか言ってこれでいいのかよってなって、でそんな感じなんだよね。 服に関してはつぶりがそういうのダメだっつって、はい、やっぱりあのそこで下手うまく残されて あれもうねずるいよつぶりが、うん、考えてるよねそういうの。もう全部あれですか、リンキーリンク、リンキーリンクなんだ、だから完全にそうそう、ちょっとうん凄まじいですよねあのスタジオ。ちょっと真面目に聞くと、あ真面目に聞くじゃない、真面目に話すと、今回のアルバム、まあ音もラップも頑張ったけど、つぼにやっぱ音圧もすごいよね。あ、うん、やっぱiPod とかで聞くと分かると思う、ヘッドホンで聞くと分かると思うけど、うん、まあ、揺れると思うよ、あの振り方もすごい左右の、はい、あとやっぱねパワードスピーカー、やっぱそういういいスピーカーで聞くと余計分かるんだよね、はい、っていうとつまんないから違う話しようか。いや真面目じゃあもう一回回しますか、これじゃあ。なんなら。じゃあよし回す。あんまりさ、いい話じゃない。俺マキさんとか DJ チョイスでね、あの、将棋指してるとかそういうあの時代とかに、うん、通ってたんで、今この話聞いて嬉しいですよ。あの、真面目な話をしないといけないんだけどね。でも真面目な話じゃ、ちゃんとインタビューでたまにしてるから、そういうの、こう、つまんでくれれば。勝手に読めと。飲み屋でするから大丈夫だよ。じゃあちょっと、じゃあよし、回してよ。立てなさい、立てなさい。見せる。はい。なんで吉野なんだって。じゃあ。何が来るかな。お、来た来た、新しいの来ました。相方のちょっといい。ああ、相方のちょっといい話。俺からまた話そうか。マキさん、来ました。CQ さん、マキさん。まあ、クリちゃんは、結構ね、あの、赤線インクとか買うの好きなんだ。本当に。最高っす。やばい。で、昔ね、昔からっすね。話し合いとかするのに買ったね、家で。話し合いしてですか、うん、昔ね、話し合いしてる。鳥糞が激しくて、危ないとかね、それだけ気をつけないと、鳥糞だらけなんだ。鳥糞だらけね。インコちゃん、そこが一番いい。いや、大体エアコンの上とか止まっちゃって、エアコンの上とかクソだらけになってる。ドア開けたら出てったりとかしないですか。いや、そういう、いや、しないんだけど、俺、悪い人だから、なんか、悪い人っていうか、まあ、インクに悪いんだけど、
なんか生活が違うじゃん普通の人と、はいはい、夜騒がしいじゃん、うん、普通の夜寝たいのに、うん、騒がしいから多分ストレスが溜まって死んじゃったんだよねいきなり今途中の話聞いたのにいやそれですぐ多分死んじゃったんだよね。俺だって俺ハーレムとか連れてたんだもんインコとかハーレムダメでしょそれだけ顔に入れて事件じゃないから事件は事件ないですねいやあのかわいそうだから連れてかわいそうその声がかわいそうでしょ鳥類はちょっと危ないですよ、ね、いや昔のなんかあのカナリアみたいな感じで、ま、海の家に連れてたねそういう感じで海の家と連れてかわいい絶対かわいいっすよねすぐ死んじゃったでもまあそれ、まあ、一説によると毒ガスがまかれても大丈夫なように泣かせようとしたっていう話なのよ、ね、でもタイムリーあの頃行くじゃん狙われてとか言っても、うん、誰か狙われてるよ俺とか言ってサリンとかね寝てる時に、うん、あの首絞められてパッと起きたら、うん、なんか変な女の人がいて、うん、で立ってたからうっと思ってまた寝たふりしたもんあそれちょっと本当の話だけどあんまりその話してるとあの山口敏太郎先生が必要になってくるから本当の話だよこれは敏太郎先生嬉しいのは絶対フォローしてくれるよね大体、うん、ありがたいって感じじゃあ逆に周囲級さんマックンじゃない結構その前にあの、はい、最後のいい話はおうおうじゃそれちゃんと埋葬してるんだよちゃんとあーそうそうその時俺あーとか人の土地にだよ勝手にあ全然いい話人の公園みたいなのがあるじゃん公共じゃね公共じゃねこういうなんか言ってでパッと埋めたらなぜか四つ葉のクローバーが入ってきて、おーいい話じゃないですか。めちゃくちゃいい話じゃないですか。そしてその四つ葉のクローバーをおしばなにして、好きなのを俺それ本当なんでこうやってやってる時にガッてやったら四つ葉のクローバーを見つけたんだよ。それ本当の話だね。おーすげえいい話です、ね。それで別に幸せになったわけでもないんだけど。いやでもどっちで落ち着けばいいのかっていう。そんな幸せにならないとこがいい話。幸せをあげるよね。あげるという感じで。あげてたね。それ最高っすね。鳥ってか死ぬとさすげえ硬くなっちゃうからさ、あそんなこと言ってもしょうがないから。じゃあマキさんの、はい、マキさんのいいところは、いい話ないよ多分。ないんだ。ディスられてますいきなり。ディスられてますね。マックいい話いっぱいあるけど、うん、マックってさ、なんていうのか、あの天才っていうか、なんていうのかな、あのこだわり。難しいってことだよね、うん。こだわりって天才じゃん。あこだわることが。うんまあ、違うかまあいいやの違うっすかねすいません俺だいたいこだわってだいたいさ人ってさ俺なんか全然こだわんなくてこれでまあまあまあこれでいいやってんだけどやっぱこだわりがすごいからさマイクはさこれはだからアーティスト気質っていうかさ、うん、これじゃないとやんないとかさ、うん、そういうのがあって俺とかは もっとガンガンやればいいじゃんとなるんだけどこうマイクがこうこれでってこだわってこうなんだってなってるマキ君が好きなんだよね。なんで？失礼ですよ。言ってる意味わかんない。いや俺も全然わかって。まあ簡単に言うと、俺も、うん、簡単に言っとじゃなくて、だからわかるでしょ。わかるすわかるす。だからこういうやればいいもっとやればいいじゃんっていうのにいやそういうのはどのこのって言ってこだわってるマキ君が実際は好きなの、はあ。それがすごいっていう。もうめちゃくちゃアーティスト気質、まあ、普通に言うと、うん、もう得じゃないんだよ、うん、得してないんだよ損してんだよね損して損するって感じなんだよ、うん、ただやっぱり今回はそうだけど間がいてもいいもん作った方がいいじゃんあそうですねいや考え多様なんだよ向こうみたいに数打ち当たるもあるかもしれないけど、うん、俺はやっぱりクラシックじゃないけどこいつらすげえなっていうのがやっぱ、うん、マイナルバは俺の中では結構すごかったからそれを超えるまで出したくないなと思ったし、はあ、もうそういうのってない分かるっす分かる数あるタイプ、はい、どっちあるじゃん自分の中でタイプっていや、ね、意外とねラッパーってないんだよ、うん、ないよねあなんかもうとりあえずボンボン出すっていうのもラッパーってだからその時の、うん、意見を言いたいからなっちゃうんだけど、うん、マックは違うんだよ、はいはいはい、もう多分ラッパーっていうか なんていうのかな言いたいこと言うのは超有利じゃん、うん、ラッパーってそう、ね、けど俺も結構あれですねなんかそのもう前をすごい気にしちゃうっていうかなんか今ボンボン出すっていうのによりはなんかでもさ自分のさ意見をさ 今出した方が有利だっていうのはあるじゃん、はいはい、でもうちらはさ統括してさ やってるからさ、うん、今の意見がさ9年前の意見ともう微妙に違っちゃう可能性もあるわけよ、はい、ちょあれシーンとしてるけどいやめちゃくちゃいい話分かるでもそれを乗り越えてきてもう同じ意見だっていう感じに なればいいのかなってまあ
そういう感じになってるけど、はい、本当は俺もだってもうレコーディングした瞬間に聞かしたいわけじゃん。まあそうだね。ああ、うん、聞かしたいじゃん。はい、で下手にだって、まあ、俺のリックパクってんじゃんなんて言われても9年前にやったやつパクってるって言われてもっていう感じになるけどまあ使われちゃうよね単語とかね。まあ、まあまあ、でもうちらはまあそういうそれ を乗り越えてももうみんなあのかっこいいって感じでやればって信じてっていうか、まあそうだね、だからやってっからいいのかなと思って。時もう言ってること分かって、うん、やっぱりラッパーとしてはやっぱりさ言葉が勝負だから、うん、まあ、クリちゃんにしてもそうだけど予言した言葉が結局さ付き合ったくうちにその予言成就しちゃって全然こう古くなっちゃうわけじゃん、うん、その時新しかったのに、うん、例えば俺もさ例えばアポカリプスなんてすごい前に使ったんだよ震災で、うん、震災が起きたり、まあ、ギドラも使ったりしてもう古い言葉になってもそういうのを抜きにしてやっぱ魔球ってやっぱ期待値があると思うんだ俺勝手に想像しちゃって、うんうんで魔球買ってくれてる人も前よりはすごいのを期待それに応えるグループなのかなとか、うんうん、すいません俺ちょっと客観的な意見なんですけど、うん、ゲルマ球は全部が全部俺は分かんないんですけど、うん、あの俺を踏まえて周りに聞いてるやつとかの多分俺が言ったその俺の意見がそういう周りの聞いてるやつの意見、うん、ちょっと今になりてえなっていう感じなんですけど今思うのは魔球とか聞いてる人だってあー行くぜライブでやってやるぜっていうよりそのライブが終わった後に家に帰った時にあーよかったっていう風な感じの人たち、ね、飲みながら見たこと全然わかるよ簡単に端的に言うと人たちの方が多いなっていうあのライブで盛り上がる盛り上がるどうでもいいんだただみんなの心に傷跡を残せばいいなっていうそうだよねあと傷とか優しい気持ちとかね優しい傷をまた傷で埋めるみたいな、うん、だから傷優しい気持ちなんて言ってんじゃないか意外と盛り上がんないもんね、まあ、いやいやいやで俺はそこに関してアーティストとしての、まあ、女の子も来てほしいなって感じだけどなんでこの人は一番酔っ払ったの、まあ、今ね吉野がもう花見のバイブスになっちゃってるみたいな花見のもう最後のバイブスだってね花見のバイブスがしてほしいよねライブはね、うん、人それぞれでガーッと盛り上がればいいけど別にさ結構負けていろんな年齢層が来ているからいいんだよこう客観的に見てくれて、はい、一緒にもらわなくてもただやっぱこいつら面白かったよなってあとで多分みんな思ってくれてるらしいのねそれでいいんじゃないかなってそういうもんでしょライブっていやそうですね、はい、だってさ別にそれでつまんなかったって言うならかっこ悪いけどそういう見方もあるわけ俺もさ結構ライブとかそういう感じで見ちゃうから一歩引いて、はい、でもよかったなとか思うタイプだから気持ちはすごいわかるからあんまり融合はしたくないよね、うん、だから一応さ愛せ消える優勢とかさ、はい、あれは言うけどそれがあんま言いたくないよね、うんうん、あとは別に普通に盛り上がろうが盛り上がらないが勝手につもりがスクラッチ始めようが暴走しようが俺腕立て伏せしますよって感じ本当にやろうかいや坪井さんは俺まず師匠かもしんないですけど俺はちょっと魔球さんに関して言えることは魔球さん魔球さんよこの中心にいたら何も言えないんでちょっとすいませんこっちこっちで言うはい、対談コーナーの対談楽しいじゃん。じゃあ、うん、お前質問してみ？なんかいや俺ちょっと、まあ、椅子じゃあこれ移動してあげるよほら優しいな優しいなお前優しさが後には裏があるすがり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 裏がありすぎてまあ楽しいですけどかぶってるからカメラかぶってるからいや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 そう放送事故だったからもう少しこっち行った方がいいこっちこっちこっち危ない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 最高じゃないですかいや、じゃあ、なんだろうな、ちょっと忘れたよ、全部でもさ、ずるいけど、君の DJ 持ってこうとしてるよ、俺たちの出番をそうですね、いや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 これはね、かぶってるから、お前ルーレット振りはちょっと違う段にしようかそうですね、けどとはいえ、そろそろ、あの、これで終わるのはあれじゃないですか、ちょっと、吉野で最後一回振りますかうん、最後一回、もう一回、じゃあもう一回いいですかお願いします話そうか、綺麗に落ちるクリちゃんからはい何ですかもう一回行きお願いします行くよはいお願いしますこう振り見えるし回せルーレット最後に来てくれ最後に来た来ました最後に来た坪井話じゃあ坪井話入る前に坪井さんのツイートがありますツイートしてるんですねこれ飲み会そしてあと
見てくれてる方から今やってんのが飲み会かと、坪井さんはやっぱり来なかったかてんてんてんっていうので坪井さんが仕事中ですっていうあの反応がありました。ツイートしてますけどね。ツイートしますツイートしますね。坪井は巨乳好きですね。カレージャブからそうなの。そうなの。知らない。それ有名だけど神さんが巨乳なの。巨乳じゃないね。違うじゃないですか。さっきはそれやばいんじゃない。それやばいですよ。それを重視するのはさらに個性を重視するんだよね。でもあんまり言うとつぼいの子のプライベートのライフスタイルにハマっちゃうから、巨乳好きなんだけど、はい、さらに巨乳よりは個性を重視するタイプ。個性を何好き。巨乳好きとか貧乳。あ、俺はあの貧乳美乳好きっすね。あ、貧乳美乳、貧乳と美乳イコールって感じが分かんないけど、かすかな乳とか、かすかな美の方の、え、乳首好きなの。あ、乳首好きっすね。はい。あ、いじられるの好き。乳首かじるの。自分がいじられるの。いじられるの好きですね。そう、乳首、乳首は乳首つけんの、パンパンって。自分と自分の乳首を。そこまではまだやってないですけども。自分と自分じゃなく自分と彼女の子。あ、乳首同士を。うん、それは、まあ、すごいね。それは。しないの。新しいハイファイブだね。乳首、おー。俺はしないけど。あ、でも今度ライブで、おい、乳首。おぉひでぇ、バカだな、バカすごい、ね、あの、それ、使えるじゃん、ライブで。乳首本。こうやって、やってて、こう、スカッチながらやってて、乳首、おぉとか言って、こう出しながら、こう、スカッチして、通ってくる。かっこいいよね。うん、大丈夫なのかな。でも生放送はもう消えないよって。乳首は別に。あ、ま、あの、柳田さんから、ま、あの、負けとの指示が入りましたので負けないけどね、そろそろ負けないですね。そろそろ曲をかけたいんですけどね。まあ労働者のやっぱり基本的な権利としてストライキとかあるしサボタージュとかこれ雇用関係なんですかね。これ雇用関係なんですか。だって雇用が雇ってんすか。雇ってないでしょ。俺たちブルーカラーであれでしょ、あのいや、あんま変なこと言うとは危ない。今一瞬危ないこと言いそうだったいやー、でもあともう一曲かけたいんですけれども、はい、あの曲かけなくて話終わってもいい。曲かけなくて話あのシギさん全部流れですよこれ今生で、うん、収録じゃないですかねこれは。あ、じゃあ曲をちっちゃく投げかけながら話終わっていこうか。それなかなか、うん、技術的になかなか難しいですね。じゃあ話終わっていこうか。はい、せっかくだからね。はい、曲はさ、はい、これ聞いたらみんな聴きたくなるよ。だってさ、せっかくさ iTunes とかでも聴けるわけだから、はい、聞いていいわけでしょ iTunes で。そうですね、はい、それは今俺たちのこの会話は一瞬しかないよ。あ、そうですね、うん、確かに。この宝石のような会話を止めていいのか。宝石のような。ビー玉ですよ、ビー玉、本当に。はい、待って、ちょっとこう。じゃあもう1スピンしますか。ファイナルスピン、ファイナルスピン。もっと。何がいいの。自分で指で選んだ方がいいんじゃない。いや、ファイナルスピン。もっともっと。すごい。もう突っ込めって感じで、ね、おお、またつぼい話が詰まってしまいましたけれども、いろいろあるんだけど、はい、どんどん出てくる。何の話がいいんだろう、つぼい君もね。だからライブでさ、つぼい狂うじゃん、はい、あれ本当に狂ってんだよあれね、気が弱いからでしょうね。あ、気が弱いからでしょうね。違うね、気が弱いから本当にさ、日本酒とかガンガン飲んで、はい、本当に自分を壊すように仕向けてるんだって、うん、酔ってるん、うん、酒入れてるんですね、うん、そうで、本当はそういう性格なんだけど、できないから、はい、ガソリン入れてで、操ってるのが俺たちじゃなくて、見知らぬ誰かなんだよね。見知らぬ。よく知ってる人ですね。うん、に関して、仕事だけ言いたいことがあって。うん。菅さんは、菅さんは、あの、何回かご一緒させてもらったことあるんですけど、うん、あの、菅さん、俺、ライブって、菅さん、あの、ライブとか。言えてねえじゃねえか、お前。いろいろライブがあるじゃないですか。うん、その時に、菅さん、なんか出会った、クラブで出会ったら、そのクラブの中でなのにイヤホンしてて音楽聴いてるんですよ。あれ流れてないから。違う。あの人の会話無視したいから。これそれをここ4年間ぐらいずっと4、5年ぐらい前から見てて、この人ハマりだと思って。俺ねマジにね、何聞いてんのって、何も聞いてないって。半端じゃん。シャットダウンしてるだけだよ。俺もツイートに書いてるよ。そういう人多いから意外と。あとね、そう、人って書いて、人を3回書いて舐めんだっけ、うん、ペロって舐めんだ、飲み込むっていう、ね、本当らしいですよ。舐めてこうやって聞いてるらしいよ。でもこっち繋がってないんだもん。ほんで聞いた人って多いよ。すげえそれ、菅さんありがとうございます、うん、話しかけられないからわざとね、そういうやってる人って多いよ。あ、本当ですか。話しちゃったけど首とか振ってんだ意味なく、うん、で、あと
坪井くん短パンをね100枚ぐらい持ってるらしい、うんうん、あ、そうですね、まあ、基本的に短パンなんですよね、あの人ね。あとたまに坊主になったりするけど誰も気づかないでしょ帽子かぶってますからね結婚式も短パン、結婚式も短パン、あとあれだよね、スノボの時はさすがになんかこう、うん、なんか一応着るらしい、一応着るんだ雪山では、うん、スキーの時はね。あとね、ライブはいつもね俺らちゃんとリハーサルやっててきっちりやってるのね、カウントも全部、はあ、あの MC も、うん、全部覆されるね、うん、リハの意味がない。いやすごい練習してんだよ、かっこいいなと思って、いつもなんで俺こんなに毎日喋るんだろうって毎日毎回試されてんだよ、まあ、試されてるかね、ただに本人が酔っ払って忘れてるだけなんだけどその時のやつ酔っ払ってるから、おいとか言って、マキーとか言って、とか言って、俺ですかミスったのって感じで、まあずるいよね、だからやったもん勝ちだから、みんなに勇気を与えてると思うよ、自信を持ってやればいいってこと言う。ああ、そうですね、かっこいいでしょ、ヒップホップで自信を持ってやる、ヒップホップ自信持ってやるっていう、うん、知られざる魔球の秘密、うん、やっぱりね、自信持ってやったら君も今日からカンパニーフローになれるよカンパニーフロー、このご時世で今ちなみに今なんかツイッターで質問があったみたいで、はい、あのアナログ切る予定はありますかって質問があった。あ、やはりあんまり言っちゃいけないんだけど、はい、まあ、すごいことやろうかなと。その坪井くんのせいでどうなるか分かんなくなってるらしいよ、うんうん、でもね詳しく分かんないけど、本当にやっぱり掛け事とか幸運とかやっぱりみんな欲しいじゃん、幸せあげるために。今回特別だよ、5枚に1枚つぼ抜けが入ってるから本当に無理やり抜いたら5枚だ5枚に1枚無理やり、すげえな、これで100枚に1枚うん、そう CD よね、あー CD あー、あんなの業務守りたいじゃん、守りたくない、だからさ本当にみんなからね、メールが、感謝のメールが、はい、これで私は競馬に勝ちましたとか宝くじがとかプロ、金の札束の風呂の中で偶然だ、ロト6がとかね、あるから、やっぱつぼいの毛って一応ね、あるんじゃない、やばい。でもね、5枚1枚だと、やっぱり一応抜く枚数に限界があるから、はい、髪の毛も少し入ってるし、いまいちそれはね。そっちはダメなんですか。そっちはね、あの、巨乳やってくるぐらい。巨乳がやってくるそれでしょ。十分いいですね。欲しいでしょ。はい。微乳好きって言ったけど、まあどっちでも大丈夫なんで。いやー、素晴らしい。ノンストップなんですけれども、まあ、いろいろいい話をしたね。はい、いや、いい話の最高でした、マジで。で、最後に総括として、はい、伊藤くんが今回の魔球について語ってよ。サクッと。ですね。すごい。ちょっと。まとめてもらいましょう。すごい無理でしょ。いや、すごいっていうか、無理でしょ、そんなことやれって言われても。お願いします。お前な。超楽しい。うん。魔球について、魔球の新作について。ダメだよ、そんな瞬間だけ答えないで。だって、その人が、いい。だってストロングアイランドが、うん、ストロングアイランドが、ま、タイトル見てまさかなと思って聞いたらそのまさかでずっこけましたけど、もう最高でした、うん、まあ、違うタイトルでもよかったんだけどその今新女子がクリジャーのフォローが救われたよね。さすがさすが、ありがたい、マーミンが歌っただけであるよ、このもうこの流れの上それを振るかっていう感じでしたけども、はい、あ、曲かけましょう。じゃあちょっと曲を上げてお別れっていう感じなんですけど、伊藤救済措置になりましたけれども、うん、あの口直しにね、うん、曲をぜひ聴いていただいて、打ち切りだね、私のね、まあ、打ち切りですね打ち切りですねこれ、まあ、じゃあ最後にね、はい、最後じゃあ最後この、はい、この曲なんで、うん、はい、紹介していただけますか。まあ栄で俺じゃなくて上野を見かけたら声かけてくれよ、多分おごってくれるはず、多分俺はそっとしといてって感じ何勝手なこと言ってんですか、だー消える魔球メティオ、ありがとうございました。ありがとうございました。See ya. Bye bye.